小学生が1日知事として知事の仕事や県政について学ぶ子ども知事室が開かれました。2007年から開かれている子ども知事室。今日は県内およそ220人の応募から選ばれた小学5、6年生12人が参加し、1日知事として吉村知事に意見を伝えました。 省内まで新,海線新幹線が伸びるといいなと思います観光客が増えたり帰省する人も増えてみんなの笑顔が増えると思うので期待していますご意見いただいて本当にありがとうございます私も賛成なんです省内の方からどんどんそういう意見が出てくるといいなと思っています、はい、ところで吉村知事の子どもの頃の夢はそうそう小学校低学年まではねあのとにかくあの 果物が好きだったので果樹園にお読みに行きたいと思っていました、それが私の夢でした知事との交流で、児童にも県庁が少し身近になったようです子ども知事室は来月4日にも開かれます。